1977年の中トンベツ駅と周囲約750メートル範囲。上が浜トンベツ方面。単式ホームに面2線を持ち、駅舎横の浜トンベツ側に貨物ホームと引き込み線。そこから浜トンベツ側へ留置線が伸びている。また、駅裏側には2本の副本線がある。といねっぷ側には下に見える気候上へ短い引っ込み線が見える。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中トン駅は北海道江差市郡中トン町中トンにかつて設置されていた北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号は名と。天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。天根北線廃止島で運行されていた。 急行、天北の停車駅であった。廃止時点で短式ホーム2面2線を有する地上駅であった。ホームが千鳥式に配置された列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム北側と対向ホーム南側を結んだ校内踏切で連絡した。駅舎側ホームが下り線、対向ホームが上り線となっていた。貨物用の側線などは 撤去されていたが、下り線の浜頓別べ方から、駅舎側に分岐た元貨物側線の留置線が、保線車両用に残されていた。1983年時点では、駅舎の対向側の端式ホームは、島式ホームであり、上り線から分岐しその島式ホーム外側への、側線を一線と、そこから、南輪っかない方に分岐する、行き止まりの側線を一線有していた。 職員配置駅となっており、駅舎は校内の西側に位置し、両ホームとは通路及び校内踏切で連絡した。1975年に中屯別町が国鉄利用債を購入して、鉄筋コンクリート製に改築した駅舎で、駅舎に当時のローカル線では珍しい水洗式のトイレを有していた。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の 別に由来し川の中流域にあるることから中をしていトン別バスターミナルと展示されている、キハ22軽機車は解体され、旧駅構内は1990年11月に中トン別町により整備され木造の中トン別町、バスターミナルビルを各とする天北線メモリアルパークが完成した。うやバスが窓口を設置し、元は、 天音北線代替バスであった、天気草屋三崎線と都市間バスが乗り入れる。またバスターミナル2階には、鉄道記念館が開設され、閉塞機、保線用具、備品、さよなら記念グッズなどが保存、展示されている。駅前広場は、天北線メモリアルパークとして、キハ2 2系キハ22208が、生態保存、展示されている。車両は、 細谷建設が取得した後に中トン町に寄贈されたものである。また修復された腕木式信号機も設置されている。木二22208はゲートボール利用者の休憩室としても使用されており、現役時代とは異なる派手な青に塗色されている。2010年時点でも同様で、2014年4月時点でも同様であった。保存車両の塗色は青色に変更されているが、 屋外展示のため風化しており、国鉄カラーに塗り直す計画がある。ありがとうございます。